では速関節靭帯付きモデルについて解説します。こちらのモデルはスタンドとモデル本体部分が分けた形で梱包されていますので、まずは組み立てを行います。スタンドのジョイント部分をまっすぐ上に向け、モデルのジョイント部分に合わせまっすぐ下に押し込みます。これで組み立てが完了です。次にモデルの詳細についてですが、こちらのモデルでは足を形成する各種の骨およびその背側で言えば、背側の側根靭帯、背側の中側靭帯などの各種靭帯および骨間膜、またこちらで見ると、短腓骨筋腱や長腓骨筋腱ですね、といった腱を確認することができます。またこちらの関節部分は完全に固定されていますので曲げることはできません。